皆さんこんばんは弁護士の加藤です本日の動画のテーマはこちらですこれを知らずに不動産投資をすると破産してしまうかも不動産投資で失敗しないために絶対に知っておいてほしいことについて弁護士である私が解説していきたいと思いますこちらの動画は不動産投資って何と興味を持った人向けに 大家業20年の弁護士の私が、えー、絶対に知っておいてほしいことをまとめた動画となります。簡単な自己紹介をしますと、私は大家歴20年を超えています。もう20、ね、何年なんですが、弁護士歴も十何年。えー、現在、名古屋市内に8と8つのビルがありまして150ほど、150室ほどの部屋を持っております。テナントも4つほどあります。年間の家賃売上げが1億何千万と。で残債借金も1 0万。 何億とあるという大屋をやっていますで、えー、不動産投資仲間大屋仲間が多いのでそこからの法律相談もたくさん受けてきております、まあ、いろいろな方がいらっしゃいましてまあこの10年10年を超える期間の間には騙されてひどい目に遭ってしまった方からの相談もありましたまあ、そういった経験を踏まえてですね最低限これだけは知っておいてほしいということを今日はお話しいたします そもそもちょっと皆さんに伺いたいんですがなぜ投資をするのかってことからちょっと簡単に説明をしていきたいと思いますがこれですねいろいろ不動産投資やってると物件が欲しい欲しい家賃をたくさんっていうふうに考えていくんですが大事なこととして私は現金預金を増やすためにやってるんだってことを忘れないことだと思っています。つまり税金ですね 所得税とか法人税とか固定資産税相続税とか全部払った後の手残りを最大限にするっていうことが投資の目的だと私は思っております。なので家賃ね年収が何億だよ10億だよとか言われてもそうじゃなくて手残りいくらなのっていうところが大事なのかなと思っております。本日の動画の簡単な目次を言いますと最初に不動産投資って何ってことを解説しまして次にそのメリットデメリット次に物件の種類どんな物件があるのか、えー、不動産を見るときはどこを見たらいいのか これにつきましては、まあ、最初は利回りキャッシュフロー立地構造築年数というふうにしましたがそれぞれ解説していきます最後に用語解説としましてキャッシュフローとか減、えー、価償却法定対応年数、まあ、言葉なかなか不動産投資なじみのない方は聞いたことのない言葉があるのでこれについても解説しまして、まあ、一通り見れば、うん、なるほど不動産投資ってこういうことかなってことが分かってもらえるような作りになっています不動産投資ってそもそも何なんでしょうか大きく分けて2つの稼ぎ方がございます 一つは非常にわかりやすく転売利益キャピタルゲインとも言うんですが例えばこの方ですね、A、が8,000万円でマンションを買いましたこれを1億円で売れば、まあ、単純にね1億から8,000万引けば2,000万円が儲かると安く買って高く売るというのがまあ年、ね、転がしとか言ったら言葉も悪いんですがキャピタルゲインと言われる稼ぎ方ですそれに対してインカムゲインという稼ぎ方がございますどういうことかというと、まあ、賃貸マンションを買いました まあ、これ、ポイントとしましてはですね不動産投資のうまみ、あとからメリットのところでも解説するんですが、銀行からお金を借りるというところが、えー、不動産投資のうまみというか、もう大きな特徴だと思います、お金を借ります、現金で、ね、買う時もありますが、何千万、何億ってお金はなかなか現金持っていませんから、お金を借りて不動産投資する,する方がほとんどですし、えーと借りお、現金持っていてもわざわざ借りて、えー、投資する人もいます、私もそうしています。 で、えーと、物件を買いましたらマンションを買いましたらそこの入居者である、えー、方,から方々から家賃をもらいます。で残った手残りからそれぞれの例えば修繕費とか税金とかですね仲介手数料なんかを払った残りが、まあ、やっと投資の結果になるわけです。 ちょっとと数字にしますと例えば家賃年収、まあ、家賃収入がありましてここから銀行に返して必要経費、えー、修繕費とか中返定するようなんかを差し引いた上で最終的に税金ですね所得税法人税の固定産税なんてことも払いますと、えー、やっとこう手残りが出るというのが、まあ、不動産投資のインカムゲインの話ですねじゃあこの不動産投資のメリットについて次見ていきたいと思うんですがまあ これはよく言われていることなんですが投資家本人ですね買った人その人が働けなくなったとしても物件が家賃収入は稼いでくれますよね例えば私がまあ、コロナにかかってしまって2週間隔離されてしまうとかなったとしても家賃は入ってくるわけですねこれにつきましてはまあ、有名な本ですね「金持ち倒産貧乏倒産」っていう本がありましてこちらをご覧になっていただければと思います概要欄に貼っておきますねそしてですねまあ 不動産賃貸業というのはよくですね、不労所得いいですねなんてこと言われるんですが、不労所得とまでは言えないんですが、他の仕事に比べたらかなり時間的な拘束は短いと思います。弁護士やりながらでもできる、サラリーマンやりながらでもできるお仕事なので、不労所得なんて言われちゃうんですが、全く働かないわけじゃないですけど、すごい時間としては短い。もう、しかもですね、飲食店なんかはに比べますと、潰れる可能性としては圧倒的に低いです。 飲食業って非常に厳しいですよね。毎年どんどん新しい店が出て、まあ、どんどん潰れていくというものなんですが、それに比べますと不動産賃貸業というのはかなり潰れにくい業態だと思います。まあ、しかもですね、定期的にある程度安定収入がまあ家賃として、家賃とか地代として入ってくると。まあ、これに対して株式ですね。株式は配当がありますけど、 まあ配当って言ってもそんなにね7%ともある配当の株式なかなかないでしょうからそれに比べますと定期的にある程度安定した収入が入ってくるっていうのはこれは精神衛生上も非常にいいですよねそれで生活できるわけですからそして2つ目の特徴メリットとしましてはお金を借りて銀行などからお金を借りてそれをもとに投資できるっていうのが圧倒的なメリットだと思っています。 つまりですね利回りが仮に5%にとどまるとしても投資額が1億円突っ込めば年間500万円の売り上げになるわけですよね。これに対してですね株を買うからお金貸してくださいって言って銀行に行っても銀行はお金貸さないですよね。不動産賃貸業っていうのは事業だからこそ、えー、融資を受けることができると。えー、とこの株というのはあくまで手持ちの資金で勝負するしかない。 信用取引っていうのもありますけどそれは危ないのであまりお勧めしませんし手持ちの資金だけでなくお金を借りてきたやつを投資に回せるっていうのが不不動動産産賃貸業ののや不動産投資のうまみやと思っていますここでちょっとお金を借りた融資についてちょっと簡単に説明しておきますとですね、えっと、結局のところ銀行からお金を借りられるかどうかっていうところが一つ大きなハードルになってくるんですが借りられるかどうかの判断基準が大きく3つあります。1つは どんな人な人のかですその人の年齢とか収入とかどんな財産を持ってるんですか借金はいくらあるんですかとか何で今回不動産を買うんですかといった目的ですね。こういったその人の属性。二つ目はその物件の属性です。えっ、ー、とその物件って一体固定産税評価だったらいくらなんでしょうかとか、えー、となんで何でできてるんですか鉄筋ですか鉄骨ですか木造ですかとか、えー、と利回りとしてはいくらぐらい入ってくるんですか えっと築何年ですかとかどこにあるんですかっていうところが物件の属性ですね。そして最後に銀行の姿勢もございます。いろんな銀行あります。えー、銀行のまあやる気がある銀行そうでない銀行ですね。しかも支店長さんとか融資担当の人によってもだいぶ変わってきます。 2021年の段階で融資に積極的な不動産投資に積極的な銀行としましては東京スター銀行とかキラボシ銀行横浜銀行、えー、さらには群馬銀行が、えー、積極的と言われていますただですね、まあ、こういった地方銀行はあくまで視点があるところじゃないとだめですよとかいろいろ縛りはございますあとはまあそうですね駿河銀行なんかも今もだいぶ復活してきていると聞きますオリックスとかですねあとは で、えー、とどうやって銀行に最初に近づいたらアプローチしたらいいのかって言いますともし確定申告をしているのであれば3年分の確定申告書は用意してくださいでどなたかからの紹介を受けて銀行を回るといいと思いますいきなり飛び込みで、えー、と不動産投資がしたいので貸してくださいって言われてもいやちょっとって言って誰かの紹介があった方がいいと思いますで私なんかはいろんな銀行にまあ確定申告書を見てもらっていくらぐらい借りるんですか 全く貸してくれないんですかとか、えっと、聞くわけです。まあ、ある銀行金融機関なんかはいや土地がなかったもともと土地があった人に対してしかお金貸しませんっていう人もあの会社もあります。なので、えー、そもそも貸してもらえるのか借りられるんだったらいくら借りられるのかっていうところを聞くわけですね。でそしたら、まあ、その枠ですね余震枠をある程度把握しておいて、まあ、それを不動産屋さんに、えー、と伝えたいですねだいたい1億円までですねとか5,000万円までですねみたいな形でえっ、ー、と 相場感ですね自分の予算を見ておくわけですね頭金で1,000万突っ込んであと3,000万お金借りますとかですねいくら借りられるのかってことは把握自分の力を把握しておくことが必要だと思いますで3つ目の不動産投資のメリットとしましては相続税対策になります現金預金で持ってると1億円持ってますと1億円って評価されてしまうんですがその1億円で不動産を買いますと大体いい7,000万 ららいい評価がが万ぐらいガッと下がるわけですねそうするとその分相続税が下がっていきますと。これにつきましては私の動画で日本一わかりやす多分日本一わかりやすい相続税の話という動画がありますからどういう関係になっているのかということはまたよかったらご覧になってください。さらに4つ目のメリットとしましてはインフレ対策になるんだと。まあ、お金の価値がどんどん減っていく、まあ、つまり物価がどんどん上がっていくっていうインフレ局面では現金の形で持ってるだけで 今日は500円で牛丼大盛り食べれたけど、明日なったら600円かかるよとか、ですねだんだん値上がりしていく原価、原材料が上がってからだいぶ上がってきています。そういった、えー、状況、インフレ局面で、現金、預金に持っておくと、えー、危ないと。その代わり、物ですね、不動産投資の、えー、と物件として持っておくという対策になってきます。まあ、ただ、ですね家主としては、えー、とそう言って言うんですが、なかなか家賃がね、まだまだ上げられる状況じゃないのでつらい。まあ 賃金も上がっていないお、お給料が上がってないから、家賃もなかなか上げられない状況なので、そこのあたりはなんとかしてほしいなと思っております。2021年の12月です。で、不動産投資で、こういう、えー、ワンルームマンション投資のセールストークがございます。ワンルームマンションを買いますと、所得税対策になりますよ。この営業トークって本物なんでしょうかという話なんですが、まあ、これにつきましては、ですね所得税対策になるってことは、つまり所得を減らしてるんです。まあい もう平たく言えば損してその分所得税を減らそう,らそうとするものですからちょっとこれは投資として先ほど投資の目的っていうのは現預金を最終的に増やすんだよってことが目的なのにちょっと本末転倒じゃないかなと私は思って、えー、と所得税対策になるかっていうとかなり局面は限られてきます反対に今度は不動産投資の欠点とリスクについて説明しておきたいと思いますまずですね金融資産 株とか債券、国債とかに比べまして、えーと、実際の手間がかかります。これはよく言われるんですが、投資ではなく事業だよって言われたりします。でしかもですね、物理的なリスクがございます。だから実態があるのでね、入居者がなんかわけわからんことを言い出すかもしれない。えー、ともう本当にゴミ屋敷にしてしまう、ね、の入居者も結構いますし、えー、夜逃げしてしまう入居者もいます。さらには、一番怖いのは空室ですね。全然埋まらない。 リ,リフォームしてもお客さんが入ってくれないって非常に辛いです、まあ、さらには、えー、中でね実施されてしまったり、えー、地震とか火災になってしまう、えー、とリスクは、えー、と実態があるので発生しますよねで空室リスクにつきましてはもうこれ人口はもう減っていくんですよ残念ながらね、えー、東京はちょっと増えます2015年に比べて2030年は、えー、ちょっと増えるんですがもう 鳥取市内たりはもうどんどん減っていくという状況ですから、えっと、どこの物件を買ったらいいのかってことはよくよく考えて買いましょう人口が減っていくところに突っ込んでいくっていうのはなかなか逆張りで恐ろしいと思いますそして3つ目の欠点としましては誰でもお金を借りられるわけじゃないということですね、まあ、とはいえこれ反対にですね新規参入新しく入ってくる人が少ないという意味でこれはまあ裏腹の関係にございます そして最後にですねこの詐欺案件が多いとこれですね不動産業界には「鮮密」って言葉があるんですが昔あのタレントで千田光雄さんという方がいらしたんですがどういうもともとこれ「鮮密」って言葉から取っていらっしゃると聞いていますどういうことかっていうとえっと1,000個の物件があってもまともなやつは3つぐらいじゃないとっていう説とかあと不動産業者っていうのは非常にそういう詐欺案件が多いので本当のことは1,000個のうちの3つしかないよっていうぐらいえっと ひどいですねはめ込み案件がたくさんあると今もうすぐなんかドラマがされる「正直不動産」って言って本当のことしか言えなくなる不動産業者の、えー、困った様子を描いている漫画があるんですがそれはま,あまさにねこの詐欺案件が多い詐欺案件が多い不動産業者で不動産業界で嘘がつけなくなったらどうなるんかっていうことを面白おかしくやってるドラマなのでまあ、いかにね恐ろしい業界なのか詐欺案件お金がすごい たくさんの金額が動きますから、1回はめ込まれてしまいますと。と立ち直るのが非常に大変だという。ところで、詐欺案件にはもうくれぐれも注意しましょう。次です。不動産投資の対象として、どんな種類があるんでしょうか？ってことを言っておきます。と、まず日本語として不動産というのは、えっ、ー、と土地と建物のことを合わせて不動産と言います。 ですので、まず土地です。さら地といって、何にもない土地とか、まあ、古い建物を建てて、まあた、買ってから取り壊すと解体してやるさら地の投資方法としましては、駐車場として貸す、コンテナ倉庫を置いてそこを貸すとか、太陽光パネルを置くとか、さらには、えー、と土地を貸しそのまま貸して、その上に、例えばマクドナルドに建物を建ててもらって、借地として貸すというパターンですね、コンビニとかファーストフード。 さらには、更地で買った上に新しいマンションを自分で建てるという、こういった、えー、土地、更地についてはこうした投資方法がございます。次に建物なんですが、建物を買うわけですね。住居系、まあ、アパート、マンションをそのまま一棟丸ごと買うとか、区分所有、ワンルームとか、一、えー、つ一つね、分譲マンションの一部屋を買う。さらには、戸建てを買うというパターンもあります。住居系に、えー、対して、商業系という物件もございます。 例えば事務所のオフィスですね、ここの今の事務所があるような、うちの法律事務所があるような、えー、とオフィスビルです、事務所ビルとか、あとはお店ですね、店舗。で、えーとまあ、これは一般論なんですが、住居よりもオフィス、さらには店舗の方が、まあ、家賃が高い分だけ抜けてしまうと、次入家るの大変ということで、リスクは高いんじゃないのかなというふうに考えています。まあ、ハイリスク、ハイターン。とはいえですね、あの私の知り合いの大家さんなんかは、もう、 いちいちこんなね細かい住居系なんてやってらんないよと、いちいち入退去面倒くさいしと、それよりももう借地でやったり、オフィスでやった方が楽じゃんといって、オフィスビルしかやってない方もいらっしゃいますから、それはもう好みによると思います。さらには、あの時間貸しで、ね、お部屋を貸してしまったり、まあ、ユーティリティスペースとして貸しとか、民泊とか、えー、簡易宿泊所として貸している大家さんもいらっしゃいます。時間いくら、一泊いくらで貸すわけですね。まあ、ホテルに近いものだと思います。 なかなかこれは高度だと思うんですがこういった投資方法もございますそして不動産を見る時どこを見ているのかってことを言っておきますと最初にですねなぜ不動産投資をするのかってことをよくよく目的を考えましょうそして自分の属性サラリーマンなのか自営業なのか何やってるのか、えー、収入と資産ですねどんだけ財産があるのかどの程度その大家業に時間とか手間とかお金がかけられるのかっていうところをその人の属性ですね これらによってどんな物件を選ぶのかってことは変わってくるんだと思います。まあ、今のが一般論なんですが、まあ、具体的にはここを見ていますと、まず利回り、表面利回りと言われるもの。次にキャッシュフロー、お金の流れ。三つ目がその物件の立地。四つ目が構造。最後に築年数。このあたりを見ております。一個ずつ説明していきます。表面利回りってよく言われるんですが、何ですかと。 ね、改めて説明してくださいっていうところを見ておきますとその1年間でその不動産建物とか土地から、まあ、受け取ることができる収入ですね地代とか家賃を それを物件買っった価格でで割ててやるると出てくるわけです、まあ、具体的に例えば1年間で600万円の家賃が受け取れる物件を買いました1棟アパートを買いましたそれは金額は1億円で買いましたって言いますと600万割る1億ですから6%と表面に回り6%だよってことになるわけですねこれがですね1億じゃなくてもっと安く6,000万円で借りられあの買うことができるのであれば600万割る六千万ああ万ですね6,000万で10%になるとここ間違いです 600割る千で10になるででなわけですねつまり価格が安くなると利回り高くなるっていう関係になるのでちょっとここはややこしいんですが間違いないようにしてください価格が、えー、安くなれば利回りは高くなる逆に、えー、利回りが低いってことは高いってことですねまあ立地が良いしかも築年数が新しく、まあ、構造として RC などの頑丈な物件については価格が上がっていきますから利回りはまあ低くなっていく傾向があります 利回り計算の前提として結局不動産投資といろいろ言ってるんですが家賃地代が入ってきてなんぼの商売ですから、えー、と結局入居者そこ借りてくれる人がいるかどうかってことが大事ですですのでそもそもその家賃が適正なのか買った時にですねひどい、えー、売り主ですと桜の入居者を入れてるんですよまああと一つだけすあと1月2つだけ住んでてねとか言って住まわしているパターンとかフリーレントをつけるとかえー、と 仲介手数料をたくさん払うから入れてくる無理やり入れてくれと言って、家賃を水増ししている、さらには家賃保証をつけるから大丈夫ですよと言って、家賃保証会社が売る、で、家賃保証会社潰すなんてことをやっちゃうところもあります。こういった水増しがあるんじゃないかっていうところはしっかり見ておきましょう。つまり、まあ、退去されたときに次がその家賃で入ってくれるかっていう相場が大事なわけですね。これについてはネットでいろいろ調べていくと、そこの場所の、ね、地域で、例えば 2LDK で築10年だったらいくらだねってことは。 ね、平米単価で分か,かっていきますからこの適正家賃なのかってことをよくよく見ないと危ないです。で次にキャッシュフローですね。キャッシュフローっていうのはキャッシュのお金の流れを、えー、まあカタカナでていうんですがキャッシュフローです。でキャッシュフローにつきましてはややこしいんですが確定申告で、えー、出てくる所得の金額と実際の手残りっていうのはずれてくるんですよね。 ななんんじゃそれって話なんですが税金がか所得税がかかってくる所得と実際のお金の手残りってことがずれ違ってくるんです数字としてなぜかなんですがえー、所得あ申告書では確定申告では利益所得が出ていたとしても現預金がなくなっちゃうっていう状況がありえますなぜかこれはなぜかと言いますと実際の手、えー、と払った支払いと確定申告で経費として認められる えと,資質といううのが違うからなんですねつまり物件に関して出ていくお金が全て経費として所得から引かれるものじゃないってことなんです。2つ目は実際にはお金として出てい,かないっていないのに経費として認められるものがあるからなんですね。これは原価集客なんですがこれちょっと説説明明しししてややこしいので説明しますちょっとまあ立ち返っていくんですが所得税とか法人税ってどうやって計算しているかっていうと。 まあ、売り上があります収入から経費支出を差し引いた所得ですねプラスの部分に対して税金がかかってくると所得税法人税がかかってくるという計算になっていますでところがですねややこしいのは先ほどお金を借りて銀行からお金を借りて、えー、収入を得てそれを毎月返済していくっていうものなんですが多くの場合元利均等っていう形でお金を返していきます元利均等っていうのは元金と利息をまあ 合わせて同じ金額毎月同じ金額を返していきますよっていうのが元利均等っていう返し方になりますでここで非常に大事なのが利息の部分は経費として扱われるんですが元金は元本を返しました元金返しましたとなるとその分借金が減ってるんだからこれは経費じゃないっていうふうな考え方になってるんですでこの内訳見てみますとですね最初のうちほとんど利息ばっかりですだから最初はたくさん経費として認めるんですが見てもらえるんですが後半どんどん 経費として認められる見てもらえる部分が減っていくんですねこの毎月の返済額は変わりませんが徐々に利息が減っていく結果、えー、その反,反面として元金の返済が増えていくとそうすると徐々に経費はどんどん減っていってるわけですが経費が減るってうことは先ほどの計算式で売上から経費を引いて所得ですから所得が増えていってしまうんですねその結果所得に対する所得税が増えていくという計算になっております 次に、原価償却という言葉、これもややこしいんですが、説明しますと、例えばです。木造の建物を5000万円で新しく建てました。で、じゃあ、経費って話をしたわけですが、これ、最初の一発目からいきなり5000万を経費として見るんじゃなくて、22年かけて、毎年毎年、この5000万を割ってですね、それを経費として計上すると。なんでかっていうと,、えー、と、その建物っていうのはまあ法律でですね、まあ、最低22年は使えるだろうという形で、 利益を上げているのと収益とこれは対応させようっていうのが基本的な税金の考え方なのでこれを割り算してやるとでこの場合住居系であれば法律でですね例えば RC 鉄筋コンクリート像だったら47年鉄骨像だと34年とか、まあ、19年でさらには木造だったら22年というふうに決められていますこのことを法定対応年数と申します漢字ばっかりでややこしいんですがこういう形に原価償却っていうのは毎年割っていくんだなっていうイメージ で、えー、といくらの何年で割るのかっていうところが法律に決まっているので法定対応年数と申します。あと土地は減価償却されません価値が下がらないんですね土地は素晴らしいですねでは今のところを整理しますと、えー、なぜ確定申告書の所得額と実際の手残りがずれていくのかと言いますとまあ 申告確定申告で経費として認められるお金と、えー、実際に出ていく支出がずれているからなんですね。先ほど言ったみたいに、えー、利息は経費として扱われますが、元金の返済というのは経費として扱われないからです。でもうう個は原価消却があるからということいこでしたね このように所得の金額と手残りがずれてしまいますから、えー、ちゃんと毎月の支払いにできるのか固定産税払ったら、えー、お金回るのか実際の手残りがあるのかってことはきちんと見た方がいいという意味で2つ目の要素としてまして次に物件を見る要素としまして3つ目なんですがリッチです、まあ、もう大きな主要駅に近い、まあ、徒歩10分できれば徒歩5分の物件なんか最高ですよね。 であとは、工場とか大学に近いっていう物件も人気はあります。とはいえですね、これ、工場、いきなりバーンって撤退ありえますから、これ、注意してください。工場の近くに、えー、リーマンショックの前ですね、持ってた大家さんがいたんですが、リーマンショックでまあ外国人とか派遣の方がダーって切ら,切られてしまって、もうほとんど全,全部空室、全空になってしまったという方もいらっしゃいますから、あんまり一つのところに対応すぎるのも危ないのかなと思います。あくまで主要駅ですね。 主要な、えー、鉄道の駅の駅地下の駅駅物件が一番いいいと思います、まあ、つまり長い間、長期間高い家賃が見込める物件は、まあ、人気があるので高いんです。まあ、高いから利回りが低いっていう形になってくるんですが、そこはもうハイリスクローリターン、まあ、ハイリスクハイリターン、ローリスクローリターンって話に形になってくるのかなと思います。4つ目です。4つ目の判断要素としましては、構造の話です。構造なんですが、えー、鉄筋コンクリート RC、 が一番まあ値段も高いで,す、ね、で、まあ頑丈です。そして重量鉄骨、軽量鉄骨、木造と。まあ、重量鉄骨と軽量鉄骨何が違うんですかっていうと鉄骨の厚,さ厚みが違うんですね。で、まあ、この順番で遮音性が高い、まあ、つまり隣の部屋でガンガン騒がれても伝わりにくいと。どうしてもこのアパートっていうのは共同住宅で、えー、壁とか床とか天井を、まあ、くっついてるわけですよね。そういった意味を考えていきますと、この軽量鉄骨とか木造っていうのは まあまあいい感じで隣の部屋の音が聞こえてくるので、えー、共同住宅アパートとして向かないもう音がうるさいからもう出ていきますっていうこともあり得ますこの遮音性の順序は覚えておいてくださいとはいえですね当然この鉄筋ココリートのこの順これが一番高いですでしかも固定産税も一番鉄筋ココリートが高いという形になっていますあと注意してほしいのが火災保険は、えー、これは木造の方が高いんですねなんでかっていうと木造の方が燃えるからですよね でえー、とあとは、えー、と住宅のポータルサイトですね数も、えー、なんか見ますと重量鉄骨とか RC 像鉄筋コンクリート像っていうのはマンションという表記になるんですが、えー、軽量鉄骨とか木像はアパートとして評価されあの表示されますからアパートはちょっとなっていう選択肢ですね検索のボックスでアパートなのかマンションなのかで、えー、切,ら切られてしまうことはございますそして先ほど言いましたで言いました法定対応年数が構造ごとによって変わってきますよって話でしたね この残っている法定耐用年数に応じて銀行はお金を貸してくれるので先ほどそうですねこういう形になるのかな木造だったら22年ししかお金は貸してくれないのが原則です鉄筋コンクリートだとまあ47年ですがま大体35年とかで借りることが多いと思うんですがこの法定耐用年数がお金の借りられる上限になってくるんだってことは覚えておいてください。 木造の物件で築10年経ってれば残り12年しかないから12年で返してねっていう契約になってくることが多いです5つ目です築年数の話ですまあ、古くなってくると当たり前ですが配管が詰まってしまったり雨漏りしたりで給湯器が壊れてしまったり故障やトラブルも増えていきます で恐ろしいのはですね、これエレベーターって本当お金かかるので、うちも物件エレベーターが付いている物件2つあるんですが、エレベーターって大体20年から25年ぐらいで部品の供給、部品も作らなくなりますって言って、エレベーターメーカーから言われるんです。そうするとエレベーター丸ごと投稿家なんですよね。そうしたらまあ軽く700万、800万って言われちゃうので、エレベーター付きの物件って私は恐ろしいなと思っています。でえー、しかもですね、15年から25年に一度は、 大規模修繕ですねタイルを全部チェックしてですね浮いてないか剥がれてこないかっていう落ちてこないかってことをチェックしなきゃいけないのでその足場を組むだけでもまあまあいい金額が何千万っていうお金がかかってしまいますそういった築年数がどんどん進んでいきますとこういったまあトラブルというか建物の重りにお金がかかってくるわけですねだからまあいろいろねボロ物件ボロボロの物件を買っちゃえよって人もいるんですが私はせめて平成に入ってからのものの方がいいんじゃないかなと思います で、えっ、ー、と、まあ、先ほど法定対応年数の分しか銀行は借りて貸してくれないよって話をしたんですが、これですね、繰り返しになってしまいますが、築20年の鉄筋コンクリートだったら、47年が法定対応年数、ここから20を差し引いて27年しか貸してくれないわけです。つまり、35年で借りるよりも27年で借りた方が、毎月の支払いが厳しくなるんですよね。だから、 買える人、買う側が次、もし今の物件もう持ってられないわって売るときに対応年数がもうあと2年しか3年しか残ってないよってなってきますと、買う人が融資を受けて買おうってことが難しくなってしまう、つまり転売しにくいってなってしまいますから、チクフルの物件はこの点、転売を考えたとしても、私はあまりチクフル物件っていうのは、最後までどうやって思い見るの、売れなかったらどうするの、売るんだったらいくらで売れるのっていうところまで見てやった方がいいと思います。 今日の話の話まとめですメリットデメリットいろいろ言ってきましたが他の事業に比べますと勉強して自分に合った不動産を適正価格で買うこととができれば非常にに負けにくいい投資だと思いますこの <laughs> 適正価格っていくらよっていうのがわからないからこそ恐ろしいでしかも相場より安い金額で買おうとするのはなかなか大変ですしまあ先ほど言ったみたいに家賃の水,水増しなんてことをやってくるやつもやからもいますから ね、何が適正価格かって非常に難しいところはございますがとはいえ他の事業に比べたら負けにくい投資だと思いますですので正しい知識をつけて騙されないようにした上で、えー、正しい不動産投資をしていただけたらいいなと思いましてこの動画のまとめとさせていただきます注意していただきたいのがもう買った時点で8割方決まってしまいます高い家賃があまり取れない物件を高い金額で高値掴みしてしまうとそこから 復活するのって本当に大変ですから、買うときにくれぐれも注意してしっかり信頼できる方に相談しましょう。本日も最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、動画の評価よろしくお願い致いします。疑問点や感想がありましたらコメント欄によろしくお願いいたします。本日も最後までありがとうございました。